番組の主人公足立清を演じた赤楚衛二さん、ステージにご登場ください。ではマイベストテレビ賞の賞状とトロフィーをお送りいたします。プレゼンターはマイベストテレビ賞の投票に参加した G メンバーにお務めいただきます。練馬からお越しの早乙女彩さんです。早乙女さん、いらっしゃいますかね。はい、早乙女さんは大学でマネージメントと番組制作を勉強中だということです。はい、さあそれではその早乙女さんからグランプリの賞状とトロフィーが贈られます。さあそれでは視聴者から最も愛された番組に贈られるこの賞、マイベストテレビ賞グランプリ、選出された感想をでは伺っていこうかなと思います。まずは本間さんから伺いましょうか。はい、とっても嬉しく思います。規模の小さな作品だったので、本当に見てくださった方々の愛情だったり応援で育ててもらった作品なんだなと感じています。本当にありがとうございました。今お話にあった育ててもらったという感覚、いわゆる SNS とかでも相当話題になったと聞いているんですけれども、そのあたりはどんな感想を持たれましたか？そうですね、初回放送から、原作が人気だったっていうのもあるんですけれども、トレンドに入ることができたりとか、あとは配信サイトさんで視聴してくださる方がすごく多かったりだとか、深夜1時で3局しか放送地域がないドラマとは思えない広がりをしていったので、本当に見てくださった方々の力が大きなものだと思ってます。きっと撮影の中でも本間さん苦労する部分もあったんじゃないかと思うんですけれども、一番大変だったなというのはどのあたりですか？心の声が聞こえるシーンの撮影は本番は無言の中でやるので、赤楚さんも町田さんも無言の中で表情を変化させていってリアクションをしてとかっていう中で、監督やカメラマンもその無言の中でここを今言ってるんだろうなっていうタイミングを探りながら撮っていくっていうのが最初は結構試行錯誤しているところではありました。確かに難しいですね、今言われてるの。そうですね、はい、では赤楚さんにもお話をお聞きしたいんですが、はい、主人公を演じられましたが、一番印象に残っているシーンどこでしょうか？そうですね、僕は10話のハグするシーンが一番印象に残ってるんですけど、ハグをすることによってそのぬくもりだったり温かみ愛みたいなのをとても感じて、だからゆらゆらしてしまったっていうシーンがすごい印象的でした。赤楚さん自身が主人公の足立に似ているなと思う部分ありますか？僕割とその似てない方が強いとは思うんですけど、僕のその持ってる部分の中でその新しいものに挑戦する恐ろしさ、恐れみたいな恐怖感だったり、あと自分軸で生きているっていうところだったりはすごく似てるかなって思います。あと赤楚さんがもし魔法使いになれたらどんな魔法を使いますか？僕はですね、空飛びたいです。空飛んで夜の高速道路を上から眺めてみたいなって思います。いいですね、はいはい、本間さんもう一度、これ実は噂に聞いたんですけど、海外でも人気があるって噂聞いたんですけれども、次の展開ってどう考えてらっしゃるんですか？次の展開は分からないので分からないんですけど、今いただいた賞を大切にしてスタッフみんなと喜びます。まだ言えないってこともあると思います、はいはい、そして視聴者プレゼンターの早乙女さんからも一言いただきたいと思います。さあ早乙女さん、生赤楚さんも目の前にいらっしゃいますがチェリマホはいかがでしたか？そうですね、原作の方は最初知らなかったんですけども、こうドラマを見させていただいた時に、人と人と人とが関わるシーンだったり、人の心っていう描写がとても多かったんですけども、
こう人の心に寄り添う赤地さんがこう真摯に一つ一つに向き合っていて、こう寄り添っていくっていうシーンがとても印象的に残りました。でまたこう原作からドラマ化っていう形だったんですけども、その原作の部分をとても大切にし、その出演者の方々がキャラクターに真摯に向き合って繊細で丁寧に作っている作品だなっていうのをドラマを見て感じました。そしてまた続編があるのならば見たいと思っているので、ぜひ続編を作っていただきたいです。続編のお話もずっと早乙女さんは赤楚さんの目を全く見ないでしょみたいな。はい、早乙女さんありがとうございました。ではここでですね、本間さんと赤楚さんにはフォトセッションをお願いしたいと思います。はい、ではまずは右手のカメラマンの方に目線をお願いします。では続いて左手の方にお願いします。最後正面にお願いします。ではありがとうございました。マイベストテレビショーでした。拍手でお送りください。おめでとうございました。今年第15回を迎えたマイベストテレビショー、選ぶのは放送批評懇談会正会員。ゆらゆらぐらゆら